ミドルレンジです。打ちに行きました。渡辺です。ボールは田口、一人飛ばした。そこに杉森、引きつけておいてシモビッチの後ろ抜けて決定機。もう足が止まってますよね。ベルディの中盤の選手たち、はい、渡辺もそうですし内田もそうですね。梶川スペースを使っていきます。柔らかいボールを使う、抜ける。いやー、同点、パーフェクトですね。ボールがアランのボールがパーフェクトですね。アランからドーグラス・ビエイラ、シムヤは触れませんでした。1対1、まあ、うまく右サイド崩しましたね、さて今度はさすが、いいボール繋がった、決定機。いやーすごい、今日の狙いが一つ出ました。ベルディ逆転。いやさすがのパスじゃないですかね。あとコントロールからね、ビレアのパーフェクトなコントロール、そしてシュート。はい、これを今日は前半から狙ってましたけれども、なかなかうまくいきませんでした。そうですね、背後ということ、斜めということ、まあ素晴らしかったですね。あっという間の2得点です。ドーグラス、そしてからいいボールで橋本、つながった、一気に決定機、アラン・ビエイロ。これ、タイミングが合ってました。中でアラン・ピネイロ、宮原、柔らかいボール、シモビッチ。ちょっと安西光輝が右足を痛めて、知ってますかね、走れません。試合終了、2対1、東京ヴェルディ逆転勝利です。